わきわきわきー、森の都のカプセリスト、わっきー貝山がお送りします。ガチャドが毎週土曜日は最新カプセルトイパトロール、1週間毎日ガチャガチャやってみた。7つのアイテム入ってます。ここからは例のごとく早送り。はい、ラスト7日目です。それでは一個一個見てみよう。どうぞ。1日目です。初日は真っ赤なカプセル、よいしょ、ウルトラニュープランニングで天ぷらボールチェーン。天ぷらのキーホルダー、ボールチェーンホルダーですね。ドン。当たったのが、うわー、マニアック、パプリカ。よし。パプリカ、うわー、この衣。これ取れちゃうよね。いやー、食品サンプルですね、これね、確実にね。これ本当のパプリカから取ったんですかね、もしかして。いや、ちょっとこれ美味しそうだぞ、これ。食べちゃいそう。すごい、これ。取れそうだろ、衣が。薄衣で美味しそうですね。もう取れかかってますけど。ね。あ、取れた。取れた。くっつけときましょうね。はい。二日目はね、オレンジ。実はね、ちょっとやっぱパプリカマニアックだったんでね、他見てみたいなと思って回しました。そしたらね、ほら、エビですよ、エビ。これはリアルじゃないですか、これ。うわ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 。これギトギトしないですもん。ね。天ぷらじゃないから。うわこれはすごいな。ね、これはもう甘エビの天ぷらですかね、サイズ的にね。この尻尾もどうですか、これ。うわ、手に衣がつくというね。これは、すごいリアルだな。これはもう、お蕎麦屋さんなんかでお世話食べちゃいますね、これね。天ぷら屋さんとか。どうですか、これ。いやー、このクオリティはいいですね。これはもう、ボールキーチェーンの域超えてます。だって衣剥がれますから。はい。3日目です。3日目はグリーンのカプセル。よいしょ。キタンクラブ、猫で組体操。たくさん集めて、オリジナルの、猫組体操を作ろう、ね。すごいです。これ、ピラミッドがダブると、これも作れるかもしれない。巨大猫ピラミッドだって作れるというね。ダブっても大丈夫だという。とにかくたくさん買ってくださいという。さすがですね、キタンさん。キタンクラブすごいな。はい、まずは白のもう全く猫じゃない猫が当たりました。で、黒の猫が当たりました。これは、あ、補助倒立。なるほど。補助倒立ですか。こういう感じで組体操。いや、この擬人化がたまりませんな。はい。ここもいいね。猫の組体操。4日目です。4日目は黒いカプセル。ね、昔はブラックカプセルね、何が当たるか分かりませんでしたけど、今はね、こういうのが当たります。おー、今週はキタンクラブ多めかな？はい。猫缶。猫のベッド。猫缶ですよ。ほら。皆さん待ってた。猫が入ってる缶詰ですよ。これは。猫缶。キタンクラブね。これが、ちょっとあれだね。蓋が猫っぽいんだね。こうか。ね。ドラえもん風猫っぽいですね。開けると。パンパンに。パンパンに入ってます。かわいい。もう丸っこく入ってます。これ猫と同じサイズのこの入れ物があったら入っちゃいますよね、猫はね。はい。これぞ皆さんが求めていた猫缶ですよ。はい。蓋閉めて。缶詰タイプの猫のベッドですから。いや、よく考えますよね。猫缶買ってきて、ってと、これですけど、本当はね。猫入っ、猫缶、猫が食べる缶詰ですからね、猫缶はね。これはもう猫缶です。はい、猫缶。5日目。5日目はこういう色のカプセルが当たりました。よいしょ。お、ウルトラニュープランニングも2個目ですね。こちら、
こういうのでいいんだよっていう味噌汁ボールチェーン、豆腐とわかめ、あさり、なめこと豆腐、冬瓜とネギ、なかなかのラインナップですね。豆腐とわかめですね。この豆腐の沈んだ感じがリアルですね。美味しそう。和食が得意なメーカーさんなのかな。これね、これでもいいですよね。あ、もうコラボレーションしちゃった。これでもいいですよね。6日目は白いカプセル。白カプセル。お、日の丸が見えたぞ。あ、これはもしかして、作成ものです。24分の1、ハタポールコレクション&ピコリーノ。これは、あ、この中で、ね、すごい日本国旗が当たったぞ。株式会社サンポールっていうのは70年に創業した、ハタポールと車止めの業界トップシェアのメーカー。そうですか。造形師、アラーキーさん。アラーキーさんって言うとね。あ、そうや、これピコリーノ。これも作ってましたね。この公園のところの。ね、小鳥が4羽止まった車止め。これのミニチュアもカプセルトイで出てましたよね。あ、すごい部品の量。ん？組み立てますか？やっちゃいますか？はい、頑張ります。これですからね。多少お時間が必要ですけど、はい。車止めピコリーノ。これもついて、しかもこちらです。国旗掲揚ができるんですね。いや、この紐を引っ張るとですね。うわ。君が、なんてね。おお、結構高いところまで。紐を引っ張ると国旗が上がっていくという。ね、すごいなぁ、ね。この布地のね、ステッカーもなかなか素材的にナイスですよ、これ。この中に紐が通したって、こうやってね。旗が上がるんだね、こうやってね。おすごい。はい。いやー、こういうのもあんだね。ラスト、7日目です。ブライトリンクです。グミ体操。かわいいグミたちのグミ体操マスコット。今日は体操系が多いな。運動会っぽいのも多いね、今日ね。硬いグミですね。グミ色だわー。後ろ、美味しそう。硬いっす。超硬いです。下だね、これね。やっぱ上の方もないと、ちょっとね、普通のグミかな。普通のグミではないか。グミ体操の下の部分が当たりました。これはこれで可愛いですか？いろんなこと考えるね。グミ体操。日本頑張れ！日本頑張れ！この体操は、いいコラボレーションでしょ？ねえ。国旗も掲揚してるし。すいません。そこ寝床じゃないですよ。猫汁。やっぱ猫って鳥好きね。外で寝てると風邪ひきますよ。ね。いやー、いい布団だ。はい、お子様ランチ一丁上がり。だからトッピング多すぎって言ったでしょ。抑えるの大変っす。ナイスバランス。お待たせしました、ウーバーイーツです。全然お気に合いにゃ。おう、コラボレーションも見ていただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。僕のガチャガチャのコレクションからリクエスト、エモいレトロガチャガチャの情報、お店ならではのオリジナルのガチャガチャの情報もコメント欄にてお待ちしてます。ぜひこの動画を参考にガチャガチャ回してみてください。それでは最新ガチャガチャパトロール、また来週。